ものすごく緊張してるんですが、いつかおぎやはぎみたいな車を乗りこなす大人になって、初めて乗る車をおすすめしてもらいたいです。素晴らしい。いいこと言うね。ちゃんとマニュアルの免許取んだ。そうなの、マニュアルじゃなきゃダメよ。あのね、今お、まあオートマ免許でいいじゃない、はい、だって車がほとんどオートマなんだから。そうなんだけどね、趣味ってね、いつ変わるか分かんないから、最初はオートマ免許で行っても乗ってたら結構ハマってきちゃって、やっぱちょっと旧車欲しいなみたいに、思うことがあるわけよ、車好きだと。そう。だからね、マニュアル取っといた方がいいよ。どっかで変わることがある可能性があるから、そうしたらね、その後免許またマニュアルになるのもめんどくさいもんね。めんどくさいから。一気にやっといた方がいいんだよ、これ。そうだよ。絶対マニュアル取っといた方がいいよ。そうそう。本当に趣味って変わるから。ね。いいね、夏。夏、教習通ってください。はい。ラジオネーム、タケノコ一等兵。小木さん、八木さん、小室さん、こんばんは。はい、僕は今日、中型自動車の卒業試験に合格しました。この夏こそは、ニート卒業したいと思います。ああ、ニートか。でも、ニートが中型って珍しいね。中型自動車って今の普通のこと？そうじゃない、あ、中型自動車か。自動二輪じゃなくて。中型自動車。あれ、車は中型って言うんだ、あれ。なんか、変わるからわかんないんだよな。多分普通免許のことなんだろうな。まあ、免許取っといたがね、仕事も。なんかありそうだし。まだ。みんなもちゃんと取ってんね。ニート卒業しなきゃダメだよ。22歳だから。もう。22か。うん。でもまあまあ、車。いいよいいよ。いいじゃないの。早めに卒業しないと。ねえ。そうだよ。ニート面白くないだろって。ニートって何してる人たち？家にいる人たちだろ？家で何してんの？だから働いてない人たちでしょ？働かない、若いのに。あの人たちは理由あって働かないの、あれ。めんどくさいんですよ。めんどくさいのか。いや、気持ちはわかるもんだって。俺も仕事、あれ何歳ぐらいの時かな。一回さ、例えば仕事を辞めたりして次の仕事を探すという時に、ちゃんとこう2週間ぐらいで見つかれやっても見つかんだけどさ、なんだってよくや。働いちゃえばいいんだけど、1ヶ月ぐらい何もしないと、本当にもう、根っこ生えちゃうんだよね。で、もう、めんどくさくなっちゃって、出んのが嫌になってきて、その最初の一歩が本当に難しくなっちゃうんだよね。なるほど。そういうとこなんだ。そう。一回やめて次のね。で、ほら、昼と夜が逆転の生活になるでしょ？ね。そうすると、もうダメでしょ？朝起きて行くの嫌だね。嫌だね。もう、だから、第一の理由として、めんどくさいっていうこと。すべてが。それ、あのさ、ニートってでも大体実家暮らしが多いんでしょ？もうそうだね。やっぱり親がじゃそういうの全然言わなくなっちゃうのかも。いや、親が言わなきゃダメだよね。そうなのね、ニート。ニート。なんかね、ニートもね、無理やり一発働かせるといいんだけどさ。ラジオネーム、タクヨシロ。小木さん、八木さん、小室さん、こんばんは。はい、大学の夏休みに自転車で四国一周の旅をしたことがあります。いいよ。自転車の後部座席にテントと寝袋をくりつけての一人旅。台風に襲われたり、夜中にゲイのおっさんに誘われたりと、いろいろ大変な2週間でしたが、おかげでたくましい男に生まれ変わった気がします。なった、変わる変わる、それは。いいね。青春だね。変わるよ。大学の夏休みに自転車で四国一周。素晴らしいじゃない。ね。したかったな、そういうことって。ねえ。やり遂げるようなこと。若いうちにしかできないことだもんね。一生の思い出だな、ほんと、そんな石。一生の思い出。一緒で。いいことしてるじゃん。ねえ。こんないいことしてるやつが聞いてんだ。ほんと、何してんだよ、ほんとに。ちゃんと働きなさいよ。働いてるかな？いや、働いてるでしょ、こいつは。ほんと？こんな時間で聞いてんだよ。だって。この時間みんなニートじゃないの？聞いてんの。そういうことないですよ。みんな眠いながらも聞いてる。いや、もう絶対就職受かるタイプだよ、こういうのは。まあね。それは、いいよ。いいもんね。ラジオネーム、ダッキー改め、大部分はダッキー。小木さん、八木さん、こんばんは。夏は肌を露出するため、いろいろなブレスレットをつけるようになったり、少し、すね毛や胸毛を剃ったりして、外見を気をつけるようになりました。
なるほど。モテようとするね。ねえ、まあ、大事なのかな。大事だよ。そういうことは。モテようとするって大事なんだよ。そこなんだよね。うん、一番大事、最初にやることだし、大事なのかもしれない。モテようっていう気持ちがあったら多分ね、ニートにもならないんだよね。ね。ニートモテないから。うん、だから、まず最初、一番大事な感情をモテようとすることだね。多分、出世欲とかもそうだもんね。全部。頑張ろうとかもさ。うん。うん、何でもモテようから来てんだろうな。いや、モテようからでしょ、うん、大体。そうだよ。うん。そうそう、そういうもの来て、ね、いい一番大事な感情なんだね。格好もそうです。そう、格好も、みなりをさ、ね、コムテさんがいつもこう髪型を綺麗に、2週間に1回切ってる、うん、でしょ、うん、全然モテない。全然モテないじゃん、金もあんのに。モテたくて、小綺麗にして金もあってさ。清潔感の。なんだろう、このモテなさ。女の人が男に求める、第1位は清潔感なの。清潔感ですよ。で、コムテさんって俺の中で清潔感のあるおじさん、うんベスト5に入れてる。いや、入る入る。清潔感があるよね。うん、もう清潔感の塊だよね。塊。そう。すごい。で全然モテないんだよ。仕事もだって、こういう放送作家かっこいい。かっこいいじゃない。うん。でも、大先生じゃない、言ったら。なのに。でも、それはモテる、モテようってのはあったんですよね。そりゃありますよね。で、ここまでやっぱ頑張って、めちゃイケのこうなって。そうもいかないっていうのはあるんですね。モテたいんだけど、だからみんなにはきっちりしてんだけど、やっぱり何せ奥手の人間だから、うん、地上に会うまで無理なの。地上町か。地上町だから。そうだね。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキー。じゃあちょっとね久々にこのコーナーですね。うん。君の名は。このコーナーですね。なんかそれっぽい名前を紹介していくコーナーですね。はーい。はい。じゃあ僕から行きますね、はい。ラジオネームプースカポンスケ、うん。次世代の天才卓球少女っぽい名前。おお。小野真美ちゃん6歳。おのまみとか言われそうだもんね。おのまみ。うん。ああ、おのまみちゃん。うん、おねいいね。いいよ、ぽいよ。ラジオネーム、彩りデビル。コンビニでお釣りを渡すとき、そっと手を添えて軽く握ってくれそうな店員さん。うん、吉見恵子さん。おばさんっぽいかな。いや、ね、おばさんっぽいよね。おばさんっぽいね。ラジオネーム、週末美容師、うん。次に出てきそうなバカキャラのハーフタレントっぽい名前。うん。栗田杏ちゃん。あ栗田ってそうかな。栗田杏ちゃん。栗田。おお、うん。石川県。ああ、ラジオネーム。餅の食べ方は安倍川餅に限る。誰のがれ、明美のモノマネ芸人っぽい名前。誰だこれ、明美。あー、ぽいね。誰だこれ。ねえ、ユーズっぽいね。横浜市、ラジオネーム、フリーズムーン長原。エビス吉和にありそうな、梅雨にまつわるエピソード。うん、昔雨に濡れたびしょびしょの捨て犬を拾ったが、うん、家に連れて帰ったら、部屋もびしょびしょになったので、またすぐ外に捨てた。ああ、ありそうだね。ひどいね。言いそう、そういうこと普通に言いそう。ね、普通に言うんだよね。ラジオネーム牛乳ラーメン。今日は夏祭りの最終日。より一層の盛り上がりを見せつつ、とうとう最後のイベントである花火大会に。そして、夏祭りの終わりを飾るにふさわしい色とりどりの盛大な花火が打ち上げられ、夏祭りは幕を閉じた。うん、花火による幻想的な雰囲気から一転、闇、なんていうのこれ。あ、暗い。あんから入っちゃう。花火による幻想的な雰囲気から一転、